はい、おはようございます。ここは福島県天栄村の道の駅木の里天栄というところです。今日から2泊3日で東北方面へ旅行ということで、今ね朝の9時なんですけども、昨日じゃねえもう日付変わって、今日に日付変わった、夜中ですね、深夜の2時ぐらいに埼玉を出発していて、もうそれでずっと、下道でね、全く高速使わずにひたすら下道で、この福島県まで来ました。5時5時半ぐらいにこの道の駅に着いて、でそこからちょっと寝て、今に至るっていう感じですね。今回はねこちらの車アウディの A6 アバントですね、この車で旅をしていきます。なんかこうしてみるとすごい長いね、全長が結構長さありますよね。ホイールベースが長いもんな。アウディはねこの A1、A3、A4、A5、A6、A7、A8 って感じでね、こう数字で、下から順番に車の大きさと値段が上がっていく感じなんですけど、この A6 はだからアウディの中でも、ちょっと上の方のクラスの車ですね。で普通の A6 ってのはセダンタイプのやつなんですけど、これは A6 アバントっていうその A6 の、ワゴンタイプのやつですね。今回は彼女と2人旅ですので、今ねこの中で彼女はメイク中でございます。この道の駅の周りは、こんな感じですごいもう自然にあふれ返ってるね、田舎って感じの景色ですよ。ちなみにこの道の駅はね、なんか最近リニューアルされたばっかみたいで、もともとはあの向こうにあるあの建物が道の駅だったんだけど、こっち側の敷地に、移転されてこう新しく作られたみたいですね。だから移転リニューアルされたばっかの、すごい綺麗で新しい道の駅です。今日は10月の8日あの3連休の中日の日曜日なんですけども、すごい寒いぐらいですねこの辺は。最近はね関東の方でも気温がだいぶ下がり始めて、もう長袖で過ごすような季節になってきたんですけども、こちらの東北の方はもうさらに気温が低くて、朝この辺に着いた時気温6度とかしかなかったんですよね。10月のこのまだ上旬の方で6度ですよ。すごい寒かったんですけど、今はねこの時間になってきてだんだん気温も上がってきました。それでもね関東よりはだいぶ涼しいですね。自分がずっと 2,3 年ぐらい前から行きたかったね、バンダイ吾妻スカイラインっていう日本の道100選にも選ばれてる道路がこの先にあるんで、およそ 200m 先右方向です。現場は75線です。もうね本当素晴らしい景色なんですよ。インスタで見たけどとかツイッターで見たけど私は何も見てないから、インスタとかツイッターで見たけど本当すごい道路みたいな。右方向です。現場は75線です。すごい雲が出んな。うわー来たよほら。はい、この先13キロ道なりです。日本の道100選って書いてある、うん、ここからこのバンダイ吾妻スカイラインが始まり、冬場は冬季閉鎖されてるから、11月の中旬ぐらいまでかな走れる、からだいたい4月末ぐらいまでは閉鎖されてるから。葉っぱが緑すぎて秋を感じない。そう、一応ここの紅葉がすごい綺麗に見えるらしいんだけど、紅葉の季節は、今どう10月だけど、時期的にはねいいはずなんだけど、10月って。でもニュースで遅れてるって言った。遅れてるのかな。ほんと涼しいですね、うん、標高が上がるにつれてどんどん涼しくなってる。多分今が一番いい季節ですよ、僕10月って。もう来月寒いんじゃない。ああ、来月ね、本当に寒いですよ。いや、やっと着きましたね、レストハウスの駐車場。寒い、超寒いね。もうこの駐車場が今日は満車で、駐車場渋滞に30分ぐらいはまってたけど、やっと入庫できた。さあさあ、それでは登ってくか。登山だよ、登山。いや登山したら多分体温まるよ、寒いけど。もうほんと膝が痛いわ。体は温まってきたけど膝が痛い。おじいさんですね。さあ到着、下がもうゴロゴロの石だね。あ疲れた。
これを登ってきたわけだけど、上まで来るとすごい景色だな。あそこがさっき言ったレストハウスの駐車場。あのね、駐車場渋滞に並んできたわけですよね。ちょっと雲がかかってきたのが残念だな。晴れてたらもっと完璧だったのに。いや、すごいねこれ。やばくないですか。まあ、これ落ちたらやばいからね、あんま近づかない方がいいけど。これ一応ね、この周りもこう歩けるみたいなんですよね。こうぐるっと一周してこれるみたいだけど、まあここを歩くのはね、ちょっとガチな登山装備してないとちょっと危ない気がするんでね。もう自分たち普通の超普通の靴しか履いてきてないから、あと防寒も全然してきてなくて、だいぶ薄手の格好でいるからね。この周りを歩くのは今回やめておきますけどね。いやー、でもすごいよな、本当にこの日本離れした景色、最高だわ。戻ってきたね、車に。外気温が 9.5 度になってる。でも風吹いてるから体感もっと寒い。そうそう、体感的にもっと寒い。特にあの上の方はもっと気温も低いはずだし。お腹空いたけどね、ここのレストラン混んでたから、フードコートが混んでたから、とりあえずこの山下って福島市内の方へ、福島の市街地の方へ行きましょうか、さっさと。ここ電波がないからね、本当ね、うん、食べる場所も調べられないし、とりあえず電波あるところまで下らないと。俺の票行くか。じゃあ、これ反対側もすごい駐車場渋滞でございますよ、多分反対の方が多い気がする。こんな上り坂で待たされるのは大変だな。坂道発進の練習になりますね。あ、すごい、すごい、ほらこれすごいでしょ、これ景色やばくない？これだよ、すごいな。そう、あの崖っぷち走るの、崖っぷちにもう道路が作られてる。窓を閉めて走行してくださいだって。閉めとかないと。火山ガスのやつか。だから窓開けと停車が禁止なんだ。今回の旅で初めて高速乗りましたね、やっと。埼玉から福島までずっと下道できたから、やっとこさ高速乗って、でも今3時だけど、やっとお昼ご飯だね。この国見サービスエリアでお昼ご飯。福島に来たから、喜多方ラーメンと半チャーハンのセット、これで1000円でしたね。喜多方ラーメン久しぶりだな。それではいただきます。ご飯食べたけど、もう4時半よ、うん、全然昼じゃない。で、今日はね、これから岩手県まで行くから、うん、明日ちょっとそっちの方、まあ雨だけどね、明日、うん、雨だけど明日そっちの岩手からこう宮城にかけてをね回るから、今日はとりあえず一気に岩手県まで、岩手県の北上までね、うん、行きますよ。まあ、北上はね、まだ岩手の中では結構南の方だから、だいたいここから180キロぐらいだったかな、それぐらい。まあ、2時間ぐらいで多分着くと思うんで、ね、うん、まあ、とりあえずこの東北道をひたすら北上まで走っていきますよ、はい、ということで、自分は今日 2,3 時間しか睡眠してなくてもう限界なんで、あとはお任せしました。終わりました。うん、たくさん寝たんで。いや、さすがに眠たすぎるね。もう眠すぎてやばかったわ。ちょっとね、今日はきつかったな。まだここ宮城県内、仙台ちょっと過ぎたぐらいだから、なんか暗くなるのが早すぎて、まだめっちゃ遅い気持ちになる。そう、まだ5時40分なんだけど、もう真っ暗。10月でこんな感じだからね。本当ね、ほんと暗いね、日が早いわ。まあ、久しぶりの助手席でゆっくりしますわ。はい、頑張ります。やっぱこういう快適な車の助手席はいいですね。じゃあ水沢インターで降ります。北上が目的地だけど、ちょっと手前で降りるっていう。水沢とか久しぶりに来たな。
料金は3210円です。右方向です。水沢方面です。これはね、あ、左ですね。北上の方に行かないと。このナビはまた間違ってる。難しい。やっぱね、ナビ当てにしちゃダメなんですよね。自分で調べていかないと。地図を参考に走行してください。はい、これでもうこれも国道4号だから、まっすぐひたすらまっすぐ行けば北上。ホテルこんな感じ。綺麗なホテルで大浴場とかもついてて、臨休真っ只中なのにめちゃくちゃ安くて、2人で7000円とかね、それぐらいの金額だったから非常にいいですね。素晴らしいですね。うん、今回は毎度おなじみのこのスーパーの、これなんだっけ、もう名前忘れたけど、この辺の東北地方にしかないスーパーで買ってきたやつね。でお酒はもう安定のチャミスルとかレモンサワーとかだね。氷もね、ちゃんとホテルについてたからよかったね。うん、それではいただきましょうか。はい、たくさん飲みましょう。はい、眠たいけど。いただきます。いただきます。マグカップでチャミスルを飲むっていうね。これしかなかった。まあ、氷入れたかったからね。うん、